まあこれは使わなくてもあれば組み合わせていけばいいだろうから、それで。ポン、いきまーす。物取りもするよ、全部。これは難しいの。俺のボステープ出てんのかな。でも上のとこなかなかですよ。じゃあよいしょ、どうぞって、ベラってやつね。
広い話を伸ばします。赤い文章を載せる、20にするのね。そこに白を閉じる。で、取ってる？さっきの中、お風呂あるね。関東の材料で、京都の方でお茶で使うのはこなしという似たような材料なのね。これがこなしという材料。練り切りっていうのはあんこ炊きながら、牛皮餅などを煮たり、今だと電子レンジでやったりすると、餅類をね。こなしっていうのは蒸し上げたものね。で、ここアップね、いくよ。取れてる？ぎゅーっ。おぉ、よし。はい、完成。はい、どうぞ。向こうで紹介するって感じなんだ。